後半は磯のスーパースターズのキックオフで試合再開という形になります。まもなく後半戦再開となります。キックオフキッカーは磯のスーパースターズ1番の箕浦が務めます。トヨタリターンに入りました。中央突破を図りまして自陣25ヤードの位置を確保しました。トヨタリターナーは80番の原田でした。名古屋工業大学出身。この結果後半最初の攻撃に入るのはトヨタブルファイターズとなります。まず最初の攻撃シリーズで得点を上げることができるでしょうか。ボールオンは自陣24ヤードの位置にセットされました。トヨタファーストダウン10。さあまずオプションプレーを展開しようとしました。ランニングバックにピッチをしまして右オープンつかせましたが、これを磯野30番が見事に対応しまして、このランプレー2ヤードロスに変えています。磯野30番は隅、岐阜大学出身。トヨタ自陣22ヤードからセカンドダウン12。今度は中央へのランプレーを展開しようとしました。キャリア2番の総力に後半戦突破を図ろうとしていますが、しかしこれを磯野が対応しておりましてノーゲインとなっています。トヨタ自陣22ヤードからサードダウン12。不成功。ここでクォーターバック20番はミドルゾーンにパスを投じました。しかしこれは磯野80番がパスカットしパス不成功に終わっています。失礼しました、磯野90番がパスカットしました。パス不成功でフォースダウンと変わります。トヨタフォースダウンでパントフォーメーションを選択します。さあリターンに入りました。しかしこれをトヨタ11番がタックルしまして、ハーフウェイ付近でボールデッドです。ここでイエローフラッグ反則が発生しております。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体系でパントを行いました。オフェンスパントはオフェンス体系の一種となります。オフェンスには定められたポジションがあります。11人の配置のうち最前列ラインに位置する選手が7人、後列バックスの位置に配置される選手が4名と決まっています。
先ほどのプレーでバックスが5人存在する形になっておりました。これにより反則という形になります。その反則はボールが止まりました地点から5ヤード抜退する形で磯野は施工しました。従いまして攻守は交代となります。磯野相手陣46ヤードからファーストダウン点で試合再開となります。パス不成功。クォーターバック18番ここでロングパス、ワイドレシーバー90番にタッチダウンを狙うロングパスを投じましたが、このパスはオーバースロー、パス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。磯野スーパースターズセカンドダウン10、ボールオン相手陣46ヤード。さあ今度は中央のランプ、ハンドオフしたランニングバック、中央突破しまして攻撃権更新を図りました。ゲインは約4ヤードとなっています。キャリア23番は藤原、中日本航空専門学校出身のプレイヤーです。磯野サードダウン6、ボールオン相手陣42ヤード。パス成功。さあまだ行きます。ナイスゲーム、ファースター。クォーターバック18番、ここで中央付近にパス。これをワイドレシーバー1番キャッチしてからキャッチアンドランし、大きくゲイン、ファースター、攻撃権更新としました。見事なパスを投じました。クォーターバック18番は田中、岐阜大学出身、取りました。ワイドレシーバー1番は箕浦、同じく岐阜大学出身のプレイヤーです。ここで負傷者が発生したためレフェリータイムアウトが入っています。
まもなく試合再開となります。磯の相手陣9ヤードからファーストダウン2ゴールで試合再開となります。タッチダウン。クォーターバック18番、ここで左サイドライン左側にいたワイドレシーバー19番にパス。19番、このヒッチパスをキャッチアンドラン、そのままエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。磯のスーパースターズ6点獲得。見事タッチダウンを決めましたワイドレシーバー19番は五十嵐、東北大学出身のチームのルーキーです。そしてトライフォーポイント。このキックはブロックしているが、さあどうなるか。ここでホイッスル。キック失敗となりました。6点止まり。磯のスーパースターズ6点、26点。トヨタブルーファイターズ0点となりました。結果的に後半最初の得点は磯のスーパースターズが挙げる形になりました。その磯のスーパースターズのキックオフにより試合再開となります。トヨタリターンに入りました。リターナー2番、左オープンを展開しようとしましたが、自陣27ヤード付近でボールデッドとなっています。トヨタ自陣27ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック20番、中央付近にいたワイドレシーバー11番にパスを通しまして約6ヤードのゲインとしています。パスを投じたクォーターバック20番は金子、名古屋学院大学出身。取りましたワイドレシーバー11番は家永、明治大学出身です。トヨタ自陣33ヤードからセカンドダウン4。ここでランニングバック35番にトス、左オープンをつかせましたがゲインは約1ヤードにとどまっています。ランニングバック35番は川名、上智大学出身。トヨタ自陣34ヤードからサードダウン3。パス不成功。ここでワイドレシーバー11番にパスを投じましたがこのパスは不成功となりました。フォースダウンと変わります。
トヨタフォースダウン3パントフォーメーションを選択します。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。反則は取り消されました。トヨタここで後半1回目のタイムアウトを取ります。制限時間内にプレーを始められないと判断し、ここでタイムアウトを取っておりました。現在試合は磯のスーパースターズ26点、トヨタブルファイターズ0点となっております。この配信は X3 ウエスト全13チームの合同企画により、すべてのチームおよび画面上に今映し出されているさまざまな方々のご支援ご協賛をもちまして実現しております。この企画によりまして、この会場にお越しいただくことが叶わなかったさまざまな方々にこの試合をご覧いただくことが可能になりました。皆様のご厚情大変ありがとうございます。その配信を本日担当させていただいておりますのは、私道楽やり茶です。個人が趣味でやっております配信のため至らない点多々ございますが、できる限り皆様のご期待に添えられるよう全力を尽くしたいと思います。さあ試合再開となります。トヨタフォースダウン3、さあこのパントリターン入りました。磯のリターンは19番、トヨタのプレッシャーかわしながら左オープンを展開し、自陣35ヤードの位置を確保しました。トヨタも先ほどラッシュを見事にかわしながらパント、両方ともキッキングでも素晴らしいプレーを見せております。攻守変わりまして、磯のスーパースターズの攻撃となります。ボールオン自陣34ヤードから、磯のスーパースターズファーストダウン10。さあ、まず中央へのランプレーを選択します。ハンドオフ託し、ランニングバック22番中央突破を図りましたが、ゲインは約1ヤードとなっています。キャリア22番は今井、金沢大学出身のプレイヤーです。磯のスーパースターズ自陣35ヤードからセカンドダウン9。ランニングバック25番ハンドオフから左オープンに展開、相手ディフェンスをマクリオンに展開して約5ヤードのゲインとしています。失礼、6ヤードのゲインでした。ランニングバック25番は、宮部、北海道大学出身。磯野スーパースターズサードダウン3、ボールオン自陣41ヤード。パス成功、ファースター。クォーターバック19番18番ワイドレシーバー84番にパス、これを84番ディフェンスを競り合いながら見事にキャッチしまして攻撃権更新です。磯野スーパースターズファーストダウン10、見事にパスを取りました。ワイドレシーバー84番は花木、岐阜大学出身のプレイヤーです。磯野自陣49ヤードからファーストダウン10。さあここで中央突破を図りました。
何枠42番ハンドオフを受けて中央突破、約2ヤードのゲインとしています。相手タックルを弾き飛ばして中央突破しましたのは磯のスーパースターズ42番の倉谷、神戸学院大学出身。磯のセカンドダウン8、ボールオン相手陣49ヤード。パス成功。クォーターバック18番プレッシャーをかわしながら中央にいましたワイドレシーバー86番にパスを投じ、約7ヤードのゲインとしています。パスを取りました86番タイトエンドのカンナでした。姫路工業大学出身のプレイヤーです。磯野サードダウン残り1ヤード、ボールオン相手陣42ヤード。インターセプト。ターンオーバー。ここで磯野はパスを続けましたが、このパスをすかさずトヨタ23番がインターセプト。大きくリターンしまして攻撃権奪取となりました。ターンオーバー。攻守変わりまして今度はトヨタブルーファイターズの攻撃と変わります。23番、ここで値千金のインターセプトにより磯野の攻撃を断ち切りました。磯野スーパースターズ相手陣25ヤードから、失礼しました、トヨタブルーファイターズ相手陣25ヤードからファーストアンテ。トヨタここで下から投げる前パス、シャベルパスをワイドレシーバー8番に投じました。そこからキャッチアンドランで中央突破を図らせましたが、これは磯のディフェンス集まり役ノーゲイン。密集点、しかしパスを取りました。トヨタ8番は小野、京都大学出身。失礼しました、トヨタの8番でした。トヨタセカンドダウン10。パス成功。ファースター。クォーターバック20番、ワイドレシーバー11番にパス、これを11番見事にキャッチし攻撃権更新です。トヨタブルーファイターズファースター。トヨタ11番は家永、明治大学出身のプレイヤーです。トヨタ相手陣12ヤードからファーストダウン10。ターンオーバー。ここでトヨタはオプションプレーを展開しました。しかしここでランニング枠にピッチした際、ランニング枠にボールが渡りませんでした。ボールがファンブル。それを抑えましたのは磯野86番、ファンブルリカバーにより攻守交代です。ターンオーバー。これにより攻守変わりまして磯野スーパースターズの攻撃に変わります。ボールオンは磯野陣14ヤードから磯野スーパースターズファーストダウン10。さあまず中央へのランプレーで突破を図ります。キャリア23番ハンドオフを託され、右オフタクロついて約4ヤードのゲインとしています。ここで第3クォーター終了です。第3クォーターを終わりまして磯野スーパースターズ26点、トヨタブルーファイターズ0点で最終クォーター第4クォーターに移ります。